ノックもしましたし、バッティングも混ぜてもらいましたし、トレーニングも、はい、いい感じにできました。野手目線の、まあ、ことも聞けましたし、まあ、自分自身も、まあ、野手の人とやって、コミュニケーションを取ることができたので、まあ、これからも、シーズン中もやっぱ喋っていろんなことを聞きたいと思うので、はい、これからもそのようなことができてよかったなというふうに思います。まあ、投球のところでもどういう球が来てその次どんな感じで待ってるだったり、まあ、そういうこともいろいろ聞けたので、まあ、これからやっぱりキャンプだったり、まあ、そこでいろいろもう一工夫していきたいなっていうふうに思います。でもしっかり、体を動かして、まあ、トレーニングしようと思っていたので、まあ、それができてよかったと思います。でもしっかりと、トレーニングもやっぱりできるようになったので、まあ、それが1年間で成長した部分だと思います。大阪投手も栗投手も開幕投手のことをお聞きしたんですけども、はい、改めて去年あれだけのピッチングをされた気持ちを言ってほしいんですが、改めてどのようにお話ししましょう。でもしっかりとそこに加われるように、まあ、自分がやるべきことをやっていきたいなっていうふうに思います。やっぱチームを代表する、投手が投げると思うので、まあ、そこに、はい、向けて自分もやりたいなっていうふうに思っているので頑張ります。いやもう実戦も入ってくるのでしっかりバッターに対して、投げ込んでいきたいなっていうふうに思います。やっぱりチームとしても、優勝っていうことが、目標だと思うので、まあ、しっかりと、チームに貢献できるように自分自身もやっていきたいと思います。去年よりいい成績残せるように、はい、頑張ります。